はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、第2期学びと夜間塾憲法に学ぶこの口の形特別講座を開催させていただきます。前回は一橋大学の中北浩二先生から保守合同と題しまして、この自由民主党の誕生につきまして様々な角度からご講演をいただきました。初代総裁は鳩山一郎総理が務めましたけど、そしてその後総選挙で、総裁選挙ですね、総裁選挙で選ばれた初めての総裁が本日の主人公であります自由民主党第2代総裁の石橋湛山総理総裁でございます。そこで今日はノンフィクション作家で日本の近現代史の第一人者でございます、数々の著作を残されています保坂正康先生を招きをいたしました。先生は今 TBS でもう一度近現代史、非常に明治から近代現代史やってますが、今ちょうど太平洋戦争の頃なんですけれども、非常に分かりやすくご解説をいただいてますけど、本日は石橋湛山の65日総理の格は任期にあらずと題しまして、ご講演をいただきたいと思います。その前に今日のお話の背景でですね、政党がどうなったかという点についてちょっとまとめましたので、この表をご覧になってください。日本の政党は共産党、それから社会党、そしてこれは戦前から続いてるんですね。で、保守の方は戦前は協同組合からですね、日本、共同党、そして立憲、民政党からですね、日本進歩党、そして立憲政友会が日本自由党、いわゆるこの保守は共同党、進歩党、自由党と、3つの流れがあるんですけど、この共同党の流れがですね、この三木武夫総理を中心とした、国民共同党へ来て、この日本民主党に行く流れ、そして日本進歩党はこれ町田忠治や斉藤孝雄さんを中心に、シデアラ喜重郎、また芦田仁志総理、そして堀茂さんや犬飼健さんなどの流れでですね、これは日本民主党に流れます。で、かたや日本自由党、これは鳩山一郎さんが言いましたが、河野さん、それから吉田茂、山崎武、そしてその今日の主人公であります石橋湛山さん、この方が昭和21年に入られましたが、すぐに追放になるんですね。で、5年ぐらい下野しておりましたが、昭和26年に解除になって、もう一度自由党に入りますけど、やはり吉田路線とは相入れないということで、ここで鳩山路線に参りまして、日本自由党、そして、この保守合同で自由民主党という流れになります。そこで今日はこの石橋湛山さんという方が、どのような考え方で、そして何を成し遂げたのか、その辺のことをですね、お話をいただきたい。まさに自民党の原点でルーツでありますので、我々としてもしっかり、お話を聞いておきたいわけですが、自民党の中にも石橋湛山研究会がありまして、今日は岩谷武史先生がその中心人物でありますし、また石破茂先生、また副学院長も引き続き来ていただいておりますので、また皆さんと一緒に学んでまいりたいと思います。それではお待たせしました、今日は保坂正康先生から石橋湛山のお話を伺いたいと思いますので、保坂先生どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました、ご紹介いただきました、私は保坂正康と申します。一応文筆を生業としておりまして、特に近現代史、日本の近現代史ですね、を実証的に調べるというのをテーマに生業を続けてきました。なぜそういうテーマを追いかけたかというと、私は年を言うのも、ちょっとあれなんですが、昭和14年生まれなんですね。で、戦後すぐ昭和21年に小学校1年入りました。
小学校1年入って、昭和21年、2年、3年、戦後民主主義の教育ですね。で、そこで習ったことは、日本は悪い国でした。東条というのは悪人ですということですね。で、アメリカは正義の国でしたという極めて単純な二元論的な歴史です。で、それは私のが、まあ、私は北海道なんですが、私だけではなくて私の世代全部がですね、そういった教育を受けたんですね。私たちより 2,3 歳上の世代は天皇、神武天皇から始まって天皇の名前をすぐ何人かすぐ言いますね。あるいは教育直後を復唱したりできます。で、私たちはそういうこと全くできない。で、そういうのを覚えようとしたり、まあ、学校は教えてくれないわけですけど、覚えようとすると教師に殴られましたね。そういう時代じゃないんだと言って、で、結局まあ年を経てくるとですね、こんなことでいいんだろうかと。例えば私たちの国は侵略したっていう、中国や東南アジアは侵略したっていう、私は結果として学問的にそういう見解が成り立つというのを否定は全くしない、それはそうでしょうと言いますが、しかし二十歳を過ぎた青年がですね、何のため鉄砲を持ってニューギニアまで行って中国の奥地まで行って戦ったのか、で、そういうことをですね、きちんと彼らの考え方、それからその戦争の仕組みというものをきちんと語って残しておかないと、次の世代は、つまり戦争を体験した次の世代は日本は侵略したんですだけしか言えないとなるとですね、あまりにも無責任じゃないか。侵略したしないというのは確かに重要な問題だけど、もっと重要なのはどうしてああいう戦争を起こしたのか、そこに何が問題があったのか、その当時の人たちは何を考えてたのかということをきちんと実証的に調べて残していくことだというのが、30過ぎて、まあ、出版社にいたんですが思い立って、そういうのを残さなきゃいけないというので、じゃあ最初に何をやろうか、東京裁判を書いて、それで歴史をきちんと整理しようと。東京裁判書くにはですね、4カ国語話せなきゃいけないんですね。個人や出版社辞めてフリーで物書きになって、お金使ってアメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国、そんなことできやしませんね。で、中国、あの東京裁判を徹底的に調べて書くなんてのは無理だと。じゃあ何ができるか。僕らの世代は東条英機という人は悪人です。育ちましたけど。じゃあ東条英機ってどんな人だったんだと思って、昭和49年からですね、56年まで調べました。まあ、それで東条英機の評伝を書いたんですが、でその時に私は軍人の指導者たち、東条の副官、秘書官、東条の奥さん、そういう人たちにもかなり会って、日本の戦時指導者は何を考えてたのかということを、思想とかそういうことを抜きに実証的に調べるというので、そういう仕事をしました。で、まあ、結局それがその路線をする、まあ追いかけるというのが仕事になったんですが、私は思想とかそういうことより以前にですね、やはり客観的にきちんと残しておかなきゃいけない。で、残念なことにこの国はですね、資料を全部燃やしてるんですね。燃やしてるということは、逆に言えばその戦争を起こした世代の人たちが、俺たちは歴史で何と語られたっていいんだよと開き直ってるんじゃないかと、僕はやっぱりそこがすごく不満なんです。だけども、まあ、しかしとにかく、なんであの戦争を起こしてどういうことなんだっていうことは、証言を生きてる限り人を求めてですね、証言していこう、聞いていこうと。で、それをやはり残していこうと。で、それは何も肯定的にということじゃなしに、客観的に私たちの国はどういうような選択をしたいふうになったのかということを調べようということで、まあ、40年ぐらい調べてきました。まあ、ちょっともう5分ぐらい自分のその話を続けますが、延べにしてですね、4000人ぐらい会いました。日本だけではなくて、日中戦争の時、中国の国民とは何を考えてたんだ。
で蒋介石の息子や蒋介石の側近の軍人、国民党の要職の、まあ、陳立夫っていうんですが、そういう人、あるいは蒋介石の次男の蒋維国とか、あるいは孫文の孫の孫治平とか、まあ、そういう国民党の人たちも会いました。あなたたちは日本軍と戦っている時何を考えてたのか。でソ連が崩壊した時はロシアへ行ってロシアの資料も見ました。アメリカでワシントンでもですね、資料を見たり在郷軍人会など話を聞いてきました。で私たちは戦争を一面的に語ることはできないんだなというのが結論として私は持っています。しかし同時に私たちの国が犯したあの誤りというのは私たち国の自身の社会の中にある問題だということも感じました。まあ、単純な一言で言えば統帥権の問題があります。統帥権の問題をきちんと私たちの国はなぜ、総括できなかったんでしょうか。それはやはり明治維新を見れば分かりますね。私たちの国は明治維新から議会政治よりも軍事が先行したわけですね。議会政治が形を作っていったのは明治18年、その後憲法が22年ってこう進んでいきますが、軍はその前にもう組織を作り、軍人職位を作り、軍の一つのこう組織原理を作って動いてました。だから維新の後はですね、実は軍事が先行してた。だから統帥権っていう独立というのは私たちの国は、初めから維新の後は軍事が先行してたと考えることによって、統帥権の独立も考えなきゃいけないんだなと気づきます。まあ一つ言えばもう一つだけ付け加えさせていただければ、昭和の軍事の誤りは統帥権の独立にあります。でこの統帥権の独立が誤りであるということはですね、軍人たちも戦後言ってますけども、実は第一次世界大戦終わった時のですね、日本の軍人たちは左官クラスがベルリンに勉強に行ってますね。何人も行ってます。石原莞爾も行ってます。東條も行ってます。永田鉄山も岡村禮次も小畑敏四郎も次から次へ行ってます。ベルリンだけじゃなくてスイス、イタリア、フランス、いろんなとこ行ってます。そこで何を学んで帰ってきたか。石原莞爾は、永田鉄山は統帥権の独立というのはやっぱり問題だって言ってちゃんと学んで、そういうレポートも書いてます。短期決戦勝負なら統帥権の独立はあり得る、軍が主導権持ってもいい。しかし長期持久戦になったら統帥権の独立はありえない、政治が介入しなきゃ戦争など進めれないんだってもうすでに言ってるんですね。じゃあなぜ永田鉄山や石原莞爾のそういう考え方が昭和の戦争の時に生きなかったのか、そこがまた検証しなきゃいけない問題だというふうに思います。でなぜそういう話をするかというと、そういう問題点もその都度その都度時代の中でマスコミにあって説得力を持って書いてた人ってのはそんなにいないんです。でそのいない中で数少ない人が実は石橋湛山だったということに注目する必要があると思います。思想を持って書くというのではなく、実態を見ながらその実態の中でどこが問題かということを見て書く、それが石橋湛山なんですね。言論人です。石橋湛山は山梨のお寺の息子です。日蓮宗のですね。そして、小さい時若干の苦労はするんですが、早稲田の哲学科に入って哲学宗教の勉強をします。それから社会に出て、東洋経済に入るんですね。経済です。石橋湛山は東洋経済に入って経済言論の勉強をですね、自分でします。原書を読んで自分で勉強します。東洋経済は日本の経済を実体的にレポートする雑誌ですけども、そのレポートする雑誌の中で勉強しながら知識を積み、そしてその積んだ知識の中で
動く経済を見ていく、極めてこう実用的だっていうことが分かりますね。プラグマティックな人だっていうことが分かります。ともすれば理論があって、理論に現実を合わせようとするとどうしてもそれが合わなくて、そして理論倒れになって混乱したり、現実を見る目が理論がなくうまく接点がつかないって言って現実を分析不可能になってしまって流れに任せてしまうっていうような人が、あるいはそういう状況が多い中で、石橋湛山は現実を見ながらその現実の中で経済理論っていうものを試していきます。で、経済は実は人間の欲望と、あるいは人間社会の生きていくという本能と、でそこへ哲学的なものを持ち込むんですが、そういった新しい発想を持ちながら経済を見ていくという人です。で、その視点で彼は明治の終わりから昭和20年まで東洋経済の社説といいますかね、まあ、持論というんですが、それを書き続けます。で、それは結果的にそれは、現実に進んでいる日本の軍事主導体制を批判するという形の論理になります。石橋湛山が明治の終わりから昭和20年まで言論人で書いた言論、ほぼ毎月書いてますから、3つの特徴があると言っていいかと思いますね。一つはですね、小日本主義、大日本主義でない、日本はそんな他国にまで出ていって植民地はまず必要ない、身の丈に合ったこの4つの国と、まあ、沖縄を含めてのこんにふさわしい国家であるのがいいのだ。大日本主義を選択した瞬間に軍事が動く、そして経済がある意味で言えば資源の収奪も行わざるを得ない、それより身の丈に合った小日本主義でいいんじゃないかっていうことが一つです、立脚点の一つです。二つ目はですね、軍事が優先することに対して反対する、軍事が優先することによって社会の中の、いろんな価値観が変わる、それと軍事が優先することによって政治が結果的に軍事に従属することになって政治の自立性が失われるということを何度も説きます。それが2つ目ですね。3つ目は、彼は恐るべきほど日本社会の共同体の常念的なものを嫌がります、否定します。社会が動く、社会がこう活性化していくというのはやはりある種のこう理論とか哲学とかそういうものが軸になりながら、そしてやっぱり論拠に基づいて動くんだと、気分で動くんじゃない、論拠に基づいて、でその論拠に基づいて動くということは何かっていうことが、彼は経済をやりましたから、彼は経済で結局はケインズに出会って、ケインズ理論を彼は自分で勉強し、辞表を引き読みこなし、そして日常を動く経済を報道する会社にいながらその経済をケインズで見ていくということに徹し切りますね。理論で見ている、でだからこそ彼は論拠がきちんとしてないということに関する見方に対してはかなりこう批判的になっている。ですので、まあ、彼の書くものを見るとですね、まあ、小日本主義でいいんだ、軍事が先行しちゃいけないんだ、あらゆることは一つの根拠、論理、それがきちんとしてなきゃいけないんだっていうようなことがどのレポートにも書いています。そしてそのレポートの中で彼は結果的に時代が進んでいく、軍事が主導権を持っていく中でその軍事に対して批判をせざるを得ない。東洋経済は何度もその発揮になりそうになりますが、しかし、まあ、石橋湛山は経営の一角にもいましたから、そういう自分の意見だけでその会社が潰れて、そして何か権力の犠牲者であるというようなことも嫌う、
きちんと権力が許容するところは許容して論理を許されるところがいる。例えば天皇という制度について石橋湛沢はほとんどレポートを書いていません。じゃあ天皇という制度の反対なのかって、そうじゃないんですね。天皇という制度は当たり前だ、日本の歴史から見て当たり前だ。でこの当たり前の制度を軍人が指揮している、それが問題なんだというようなことで、だから天皇という制度を褒めたり、そしてそれをこう極度にこう称えるということは軍に利用されるようなことであってはいけないというようなことで、そういうところが彼はそういう言論人として生きる中でいくつものやっぱり、まあ、当時憲兵隊なんかにいつも睨まれてました。しかし彼は、本当の愛国者は自分であると言ってますね。本当の愛国者は誰でもない自分だって。なぜなら彼の次男は、学徒出陣で行ってケゼリン島で戦死しています。でその戦死しているということは、まあ、ケゼリン島というところで亡くなるって聞けば、大体戦闘よりも、まあ、それ以前の餓死とかそういうことが多いということも分かりますが、まあ、早稲田の短期現役制度、単元という制度の下で死刑将校と行くんですね。そして、息子が死んでいる、戦争で死んでいる。息子が死んでる、その息子の亡くなった日、ケゼリン島ですから亡くなった日なんか本当は分からない。それは大体何日頃となるんですが、その日には彼は部屋にこもってずっと香を焚いて息子の死をと向き合ってますね。でそういう息子を死に戦死として私の国に差し出したことを、あの息子には、まあ、悪いけどっていう言い方は変ですが別に恥じていない。私はそのことを国が要求することに息子に対する情はあるけども、しかし戦死したということに対して、悲しんでいるのではないと、それを惜しんでいるのではない、私が惜しんでいるのは親と子の関係で、彼と父と子の関係を、彼はそれは父と子の二人の関係だから、毎年命日の日には自分の部屋で香を焚いて静かに祈ってるんですね。でそういうような自分の中にあるそういうのも本当の愛国者っていうんだっていうことを、彼は何かでお前は愛国者じゃないと言われた時に激高したんでしょうね。まあ、石橋という人はあんまり激高しないタイプですが、私こそが本当の愛国者だと言ったっていうのは、私は石橋の本当の怒りなんだなということを感じます。石橋湛山という人は戦前の言論人で生きて、戦後政治家に変わりました。その変わった理由というのはいくつもの理由を挙げることができますが、一つは言論は虚しい、言論だけで世の中変わらない、言論をやっぱり政策にしていく、政策にしていくことによって私は日本を変えなきゃいけないんだというようなことを戦争が終わったとき感じたんですね。まあ折しも第一次吉田内閣で大蔵大臣に吉田首相から署名されます。石橋湛山は文句なしに喜んで引き受ける。戦後復興は経済的なとこから始まるんだということは自分の信じてやまないところだから喜んでくる。しかし彼はその大蔵大臣の時に GHQ と何度も喧嘩をしますね。当時 GHQ というのは、まあ、連合国総司令部ですが、マッカーサーが最高責任者ですが、この国の主権者です。もう占領支配をしているわけですから、連合 GHQ に逆らうということはその人の時には生命まで危ない。しかし石橋湛山は徹底的に納得できないものには
先ほどの3番目の理由です。論理的に納得できないものには徹底的に逆らっていますね。具体的に言えば GHQ の中には民政局というのがあります。通称 GS というのですね。まあ参謀第2部 G2 というのもありますが、これはウィロビーという人が動かしてたんですが、この GS の方はホイットニーとかそれからケイリスといったいわゆる民主派、日本の民主主義政策というのはこの民政局が GS が主体になって進めたと言われています。で、ウィロビーは、まあ、反共の拠点にしようということで、まあ、両者は対立はしてましたけど、東丹山は GS と徹底的に対立します。じゃあ G2 の側に立って対立したのか、そうじゃないんですね。ここに GS の持ってる二重性が出てるっていうことを我々は見抜かなきゃいけない。戦後の民主政治というのは GHQ が確かに主導権取って民主主義を教えてくれました。この制度として定着するようにやりしました。ちょっと 2,3 分話をそれますが、しかしこの民主主義はアメリカンデモクラシーですよ。デモクラシーは何もアメリカンばかりじゃない、いろんなデモクラシーがある。しかしこれはアメリカンデモクラシーだっていうことで、いい悪いじゃないんですね。アメリカンデモクラシーには多くの欠点があるっていうこと、それを私たちはアメリカンデモクラシーを取り去る、アメリカンを取る努力をしなきゃいけない。それから、まあ、あるいは戦後民主主義という、戦後民主主義の戦後を取る努力をしなきゃいけない。普遍的原則的な民主主義というものに持っていかなきゃいけない。私はその役を石橋に求めるんですが、まあそれはともかくとしてですね、石橋はなぜ GS の民主化の一派と対立したんでしょうか。それは民主派の将校たちは立川に家を建てた、冷蔵庫買う、洗濯機買う、車買う、それ全部日本の予算で出せっていう、あるいは自分たちのゴルフ場を作りたい、ゴルフやりたいから日本のお金で出せって。石橋は断固拒否しますね。我々は戦争に負けたがゆえのアメリカが連合国側の申し出に対する経済的な負担というのをしなきゃいけないというのは、これはまあ、ポッタム宣言にも書かれているようなことを含めて当たり前だ。しかしあなたの私生活まで、あなたのプライベートなことまで、なんでは国の予算で見なきゃいけないのか、公然と反対しますね。公然と反対するということは当時の仕組みの中でそういうことを言える人はほとんどいなかったんですね。みんなご無理ごもっともその通りですと言っていた。で結局はそれをまあ目つぶって通すわけですね。しかし石橋は通さなかった、決して通さなかった、それを認めなかった。こういうプライベートなことはあなた自分のでお金を出してくださいって認めなかった。この野郎生意気だと睨まれたんですね。本来公職追放というのは GHQ が戦争に協力した人の序列を作って追放しました、公職追放しました。石橋は何らの公職追放に該当しません、該当しないけども彼は追放されましたね。それは GS の GHQ の GS の民主派将校のそういう得手勝手な要求に対して断固拒否したからです。私たちがそのやはり公職追放っていうと戦争に協力したから追放されたんだっていうことを一言言うけども、それがほとんどであるのは事実だけども、石橋のように GHQ の言うことを聞かないで追放された人がいるということ、そのことをやっぱり私たちはその日本のなんていうんですかね、こういう人がいるっていうことには誇りとして理解すべきだというふうに私は思いますね。石橋は自分が追放されるなんてこれっぽっちも思ってなかった。
まあ、しかし結果的に追放されますが、まあ、その時吉田内閣吉田首相は、君犬に噛まれたもと思って我慢しろというような言い方をしたという、まあ、それ以来石橋さんと吉田さんの間には関係が崩れていって、石破さんは吉田さんにその後ずっと反吉田の側に立ちますね。しかし路線として考えたら石橋さんの考え方は吉田さんとかなり共通項があるんです。その共通項があるけども、吉田さんがまあ我慢しろやというようなことを言ったことに対するその石橋さんが許せないと思ったこと、それが石橋吉田の対立の原点にあるということを私たちは知る必要があるんですね。もう一つこう補足しておきます。石橋さんが政治活動をしようとしたときに、まあ、結果的に吉田内閣の大蔵大臣に登用されて、吉田さんは第一吉田内閣での閣僚名簿を見ると分かりますが、学者が好きだ、あるいはあまり戦前に汚れたというか軍事と線を引いてた人たちというのがやっぱり好きだというか好みで、そういう人たちを登用してみる。東畑誠一農林大臣に据えたりとかですね、石橋さんなんかもそれで大蔵大臣に据えたんだと思います。それはそれとしておいて、先ほど中谷先生がお作りになったこの政党図の中でですね、石橋さんはなぜ民主自由党へ行ったんでしょうか。自由党へ行きました。政府にずっと反対、軍事政権に反対し、そして日本は小日本主義であればいいと言っていた。社会党の側からも もちろん随分誘われてます。しかし私は自由党へ行きますと言って自由党へ行きました。なぜ自由党へ行ったのか、私はそこに石橋さんのまた、まあ、骨って言いますかね、真骨頂があるんだなと。石橋さんはこれはいわゆる日本の左翼とか社会党とか共産党を批判するという意味で言うんじゃないんですが、こういった社会主義政党は批判を許さない、自由に討論ができない、基本的にはある枠の中での理論になる。石橋さんはそれが嫌だと言ってるんですね。自由に議論しなきゃいけない、社会主義共産主義、その枠の中で議論するのではない、そういうものを取っ払った上で議論する、自由に議論する、その自由に議論するというのを保障するのは日本自由党なんだというふうに言って自由党へ入ってるわけですね。私はこの戦後の早々期に政党がいくつかこうできて、で出発していきます。で戦争中は体制翼賛会の下で軍の、まあ、大きな流れの中に組み込まれていましたけども、しかし戦後それぞれが独自性を持って政党活動していきます。私はそこのところすごく興味があるんですが、例えば先ほど私は東条英機という人をどんな人だったのか、どんな指導者だったのか、7年かけてずっと調べました。好きか嫌いかっていうと嫌いです。しかしこの人が議会でどういうような風に政党をあしらったかっていうのは昭和17年4月の翼賛選挙を見れば分かるわけですね。その後翼賛選挙の後昭和20年までの戦争の間、議会は、言ってみれば翼賛議会です。体制翼賛会の軍の、まあ、言葉は悪いけども、呼応するだけの議会政治です。その中でやっぱり反東条というのを掲げて、そして
露骨に掲げるわけいかないけど抵抗した人たちいるんです。護国同志会と言います。で、護国同志会の人たちには社会党右派に行った三宅正一、社会党の三輪次総、岸信介、赤木宗則、中谷武政、そういった本当に親軍派と一線を引いた井野健也とかですね、そういう人たちがいます。そういう人たちは護国同志会で東条に細々と抵抗した。で、私は護国同志会というのは命を懸けながら抵抗したという意味で言うとそれはそれですごいなと思って、何人かね話を聞きました。昭和50年代の初めに三宅正一さんに話を聞きに行きました。衆議院の副議長でした。君は何歳かと聞かれましたね。私は確か30の終わりか40代だったんですが、君はな、人生の時間っていうものをどう考えてんだ、東条のようなくだんない男を調べて人生の時間を無駄に使うな、そんなことをやってる暇にもっと重要なことは日本にあるんだって言われて、それで僕はものすごく腹が立ってですね、当時を調べるのが重要でないということが見過ごしていたら問題はずっと残るだけじゃないですかって言って、あれは最低の男でどうのこうのって散々悪く言いました。で、それはなるほど、彼らは軍に対してこういう恨みを持つのかって言った。中谷武政という護国、これは東大の新人会に反対するグループの上杉新吉らの方のグループですね、その岸信介さんなんかと親しいグループです。その人が代議士でって、私はこの人は和歌山の出身ですね。で、話を聞きに行きました。あなたは護国同志会として随分質問してると、軍人に脅かされませんでしたかって、当たり前だよ、脅かされたよ、それで命が狙われるかと思うぐらいあれだよと。で、じゃあなんで怖くなかったんですかって言ったら、いや怖いよ、だけども君に、あの戦争は仕方がないとこあるけども、議会を軍がここまでバカにしたら我々議会人は右左関係ない、我々の存在に対して異議申し立てをするというようなことは、それは生きていく代議士として当たり前のことだと言って、これはまあ三宅さんとちょっと違った立場で激高しながら語りましたね。私は戦時下の議会というのはいろんな問題を含んでいるのは事実だと思います。しかしそうして抵抗した人たちもやっぱりいるんだ。これは、具体的に国会の議事録を詳しく吟味してお調べいただければと思いますが、東条は軍人ですから、法的な根拠について詳しくは分からない。戦争の中での時限立法というのはいくつか国会に提出されます。戦時なんとかなんとか法というですね、これは戦時立法、時限立法です。鶴見雄介という議員が、首相、この時限立法はいつ終わるんですか、時限立法の終わる時を説明してくださいって言って、東条は何と言いましたか、戦争が終わった時でしたんですね。いやいや、そうじゃありませんよ、法的な説明してくださいと言って、戦争が終わる時、平和戻った時ですと。議長も予算委員会ですけど驚いたんでしょうね。法制局長官答えてくださいって言った。そして戦争が終わった時の何度何度かってことを説明しました。つまりどういうことか、東条という人に代表される軍人の中には時限立法での戦時ということを説明できないで法律というものが議論されてたということじゃありませんか。もちろんこれ議事録も読むと込み入ったやり方若干してますけどね、基本的には私を言わんとするようなことの枠組みにあるんです。で、そういうような議会に対してメディアは新聞は
批判はしてません、できない。ところが石橋さんは遠回しに批判してますね。議会が議会である理由は何かっていう、議会が議会としての役割を果たすべきって何かっていうようなこと、でそういうことをですね、きちんと真正面に言うと弾圧されるけど、しかしこれは言わなきゃいけないというようなことを言う、そういった精神というのをですね、やはり持ってるか持ってないかっていうのは大事だと思います。石橋湛山という人は持ってたんですね。だからこそ石橋湛山という人は自由にディスカッションして、自由に論じる、それを保障する政治集団でなきゃいけないと言って自由党を言ったということですね。こういう石橋の中にですね、自分の考えている国家的なビジョンって何かっていうことをだんだん彼自身は言論の中で形を作ってきました。彼は追放になりますね。4年ほど追放になります。何も戦争に協力したからじゃないんですね。先ほど言ったように GHQ の GS を民生局ですね、民生局の、我々は戦後民主主義を GS の大手、あのホイットニーとかね、そういう K ですとか、そういう人たちをなんかこう礼賛するけど、決して礼賛に値しないというような支配者の、そういうものに対してやはり石橋が問題を提起しているということを含めて見ていく必要があると、そういうところからですね、何が分かるかということなんです。石橋の言論活動を通して何が分かるかということです。ここから状況はですね、もっと大きな形で見る必要があるということになると思いますね。一つは今日本近現代史と言います。近代史というのは明治維新、まあ、1868年でいいですが、1868年から1945年までの77年間、これが近代史です。戦争によって解体しましたけど近代史です。現代史と言います。それは解体して連合国の支配を受けて、それから現在までを言います。77年目です。近代史の77年、現代史の77年、私たちはここでちょうど同じ時期、戦争というものを選択した近代史と、経済というものを選択している、そして相応の形を作っている国家として、77年という2つの期間の中で、まあ国家を2つ作った、2つという、まあ、2つ作ったと言っていいと思いますね。で問題は近代史と現代史がここでこの77年の後、これから多分変わっていくと思いますね。コロナによって変わっていくと思います。コロナによって私たちの国は変わっていくんだということをなんかこう考えるような必要、そういう必要を感じますね。例えば人が内向きになっていくとか、例えば仕事の質、仕事の進め方、仕事のこうビジネスの枠組み、そういうのも変わる。でそういうようなことを変わるというのはですね、いくつもこれから想定されます。その想定されるときに、私たちは近代史の中で現代史の中でこの人の言ってることというものを土台にしながら歴史を変わるっていう時のことを自覚する必要があるんじゃないか。でその一人がやはり石橋湛山であると。私はやっぱり石橋湛山っていう人をその現代史の近代史の言論人、現代史の政治家として、そして彼が
この国をどういうふうにしていこうとしたのかっていうことを含めて、それが次の時代への方向性を示す人だと思いますね。私は、まあ、先ほど言いましたようにこういう仕事をやって、あの評伝っていうのを何人か書いてきました、例えば昭和という時代を取り上げると、昭和の前期というのは昭和20年までの戦争の時代です。15人の首相がいます。代表するのは誰だろう。好き嫌い別にして、やはり東条英機ですね。それから占領期が6年8ヶ月あります。27年の4月28日まであります。その間に5人の首相がいます。代表するのは誰だろうと、吉田茂ですね。それからその後日本は独立を回復して、まあ昭和天皇がお亡くなりになるまでの昭和64年1月7日までの間、それを昭和後期という、それを代表する首相は誰だろう。ここには12人の首相がいます。これは誰だろう。いろんな考え方あると思いますね。田中角栄さんだ、池田勇人さんだ、佐藤栄作さんだと、中曽根さんだと、まあ、いろんな考え方があると思います。まあ、私は、あの、最もこう分かりやすく田中角栄さんじゃないかと思いますけども、そして、東条、吉田茂、田中角栄、昭和を代表する3人の首相というものをこう見たときにですね、それぞれ持っているものが違うことが分かります。東条は陸軍大学校を出た軍人です。陸軍大学校の日本の皇軍将校としての全部その価値観とその行動の所作の細かいところまで全部軍のマナーに即しています。東条を見ることによって日本の軍のプラスもマイナスも全部わかります。吉田茂という人はもちろん彼は多くの著作の中で言っていますが、基本的には近代日本の中で日本は英米と一体化して歴史を作ってきたんだ、その英米と離反するような形の歴史という、満州事変以後の歴史は日本の変調をきたしていたんだ、こういう歴史をやっぱり変調を正常に戻さなきゃいけないというようなことを言っています。田中角栄さんは女性の参政権を得ました。いわゆる戦後民主主義が持っている権利というものを、田中さんはほとんどそれを首相として、それを、まあ、使いながらというと語弊がありますが、その中で首相としての力を発揮した。ある意味で私は田中角栄さんという人は近代現代日本史の中の一番なんていうんですかね、こうモデルになる人だなという感じがします。私たちはこれは時間を含めて言うんですが、田中角栄という人をですね、やっぱりある意味で言えば利用したかなと。私たちは欲望が2倍3倍に肥大化する中で、そういう社会が日本を幸せにするんだと、物量の2倍3倍でそれが幸せにするんだという、そういったようなある意味で言えばそういう考え方というものが戦後復興というものと重ね合わさってしまった。田中さんはそれをきちんと実行したと。でそれを実行するという田中さんは庶民のそういうエネルギーというものをきちんと見ていた。でそれはもっと言い方があれですけど、私たちの持っているエゴイズム、そういうものを田中さんはやっぱり固くして、田中さんをですね、やっぱり言葉悪いけど利用したんじゃないかと思う。田中さんをきちんとした歴史の中に位置づけてみるということはまだ行わない。僕はロッキードはあの陰謀だと思ってますから、まあでもそれはあまり言っちゃあれですけど、きちんと見るという必要はあるように思いますね。でそういうようなことを含めてですね、私たちは誰がどの時代を動かした時に何を学ぶかっていうのは
石橋丹山を学ぶということは、逆に言えば吉田茂からはどの時代の何を学ぶか、田中角栄さんからは何を学ぶか、東條からは何を学ばないのかっていうようなものが、それぞれ柱が立つということが分かると思います。でこの柱が立つことのもっと原点にあるのは何かって言ったら、幕末維新から明治ですね。私たちの国は幕末維新で、世界の流れに入っていきました。270年近く鎖国をしていました。まあ、ただの一回も対外戦争をしなかったというのは、逆に言えば私たちの国に何か国民的な性格、何かを遺伝子として残しているはずなんですね。ところが近代史に入って軍隊を持った、その軍隊をプロシア、ドイツの真似をした、私たち自身の中に持っている江戸時代から続く武という考え方をもとにした軍事学というものを持てばよかった。そうするとその軍事学というものは日本の独自の軍事学足り得たと思うけども、西洋の生煮えの軍事学を持ち込んだ。そこのところはもう一回整理する必要があると思う。でドイツの、まあ、軍事学ですけどね、それを持ち込んだ。でドイツの軍事学を持ち込むという時に、ドイツの軍事学の持っているプラスとマイナスがあるんですが、それを何の精査もしないで持ち込んだ。例えば、まあ、先ほどの統帥権の問題なんかは、ドイツの第一次世界大戦を見れば、ドイツは短期決戦でやればドイツは統帥権独立で軍が持ってましたからね、確かにドイツは強かったんです。しかし長期戦になるとガタガタと崩れていきますね。統帥権独立で政治が機能しなくなっていなくなっていたからね。でそういったことを含めて全部こう総括しながら見ていくときに、そうするとですね、明治維新から近代史の中に私たちの国が立った時にこの国はどういうふうな国がいくつある、国家像っていうのは3つもか4つあったと思いますね。例えば一つはやっぱり西洋の列強に帝国主義的な支配をされない、そのためには帝国主義的な支配という、帝国主義的なやっぱり国というものを求めていく、それが一つで、二つ目は帝国主義的な国家を求めるにせよ、西欧は市民社会を合わせ持つようになってきているのを含めて、帝国主義のこう変化していく、その変化の過程の良 いところを取って変えていく、あるいは自由民権思想に基づいた国家を作る、あるいは、鎖国ですね、鎖国をそのまま継続する、一部日本を鎖国といっても結構国を開いていたわけですけども、その開いているところ、それを部分的に広げていくっていう形の国づくりがある。そしてもう一つは、日本が明治維新に入っていった時に、アメリカの南北戦争が終わって国家が統一されました。アメリカと同じように連邦制国家を作るという可能性を模索する方法があった。幕府は中央政府であり、各藩は地方の政府、まあ、いくつかが一緒にならなきゃいけませんが、連邦制国家を作る可能性もあった。しかし結果的に私たちは他国から植民地にされたくないということで、帝国主義的な国家として対立するという形でそういう選択をします。私はその選択自体は、間違いではなかったと思いますが、選択の仕方の時のその選択の後の運用のところで、石橋丹山のような考え方が入るべきじゃなかったかなというふうに思いますね。それは、帝国主義的な国家に対する、私たちは自立しながら戦うけども、私たち自身はそれを目指さないと
というようなところ、それはどういう国家になるんだろうというようなことが、明治の近代史の出発点に試されるべきだったと思います。でそういう中で石橋さんの議論というのは、今私たちは近代史の中の言論としてこう見るけど、もっと言うと近代史の出発点の時の国づくりとして、石橋さんのような理論に基づいた国というのはどういう国なのかっていうことが整理されて、それをなんていうんですかね、こう作る国家像を作る、でそれが私はこれからの一つの課題になるんじゃないかなっていう感じがします。ちょっと石橋さんの話が散発的になって統一されてないようなふうになりましたけど、最後にですね、石橋さんの中で、持っている考え方っていうのは、結局65日で体が体調が悪くて辞めることによって65日でこの内閣は終わりました。この内閣は終わったということによって、具体的には政策として決定して政策が変わったってことはありません。この政策が、石橋さんの残したあれだよということはない。しかしそれが何年か経ってこう実ってったっていうものはやっぱりあると思いますね。石橋さんも協力したんですけど、日中の崩壊譜とか、そういうのはそうですけども、しかし石橋さんの持っている国家像の中に重要な問題が一つあるっていうことを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。それはくどいけども戦争という選択をした私たちの国は、でその選択自体の中に多くの錯誤もあった。しかし選択せざるを得ないという歴史的背景もあった。でそういうことを私たちは批判、あるいはそれを抽象化して論じるのじゃなくて、その中から何を学んだのかということが次の段階に生かせるかどうかっていうのは、次の世代が問われていることですね。次の世代が問われていることです。つまり石橋あるいは吉田さんにしてもそうです、秀原外交にしてもいいんですけども、あるいは原系の議会に対する考え方でもいいんですけども、浜口おさちの経済政策でもいいとか、いろんなそういったものをですね、私たちは組み立てて次の時代の、私たちの時代に何どういう形で作りうるのかっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけない。それを考えるというのは何も、厄介なことではなくて、私たちの国の土壌の中で先達が蒔いた種というのがそのままになってるの、僕ずいぶんあると思いますね。その蒔いた種を拾って育てていくというのが大事かなというふうに思います。どうも、はい、どうもありがとうございました。石橋、どうもすいません、田沢のお話ありがとうございました。自民党の2代目総裁ということでですね、数々の種をまかれたということで、現在の自民党に生かされている部分があろうかと思いますが、参加いただいている先生方から、ご質問感想も含めましてございますでしょうか。はい、三原先生。石橋丹山さんなら総理大臣だったら60万引かれたんですけども、そのうちの我が国の、つまり東南アジアに対する戦後賠償ですね、それに対して石橋氏はどういうふうに、戦後賠償、戦後賠償です、戦後賠償に対しては石橋丹山氏の意見はどうだったんでしょう。はっきり言って戦後賠償とかそういう問題について石橋さんは基本的には戦後賠償とかそういうものに対する責任を負う必要はあるというような言い方はしてるけど、具体的には具体言ってないと思いますね。つまりそれはこういう言い方はちょっと僕も石橋さんの 100% 知ってるとは言えないなっていうふうに自分で思うんですが、石橋さんは言論人で言っていた時のことでこういうことを言ってるってのは分かるんですよ。政治家になって1年2年ぐらいやってて追放になって、それから 3,4 年に政争の中で戦って首相になったんです。
逆に言えば政策を詰めるというよりもむしろ政策の中にポイントがあったわけですから、その政策の中で、どういうような考え方を取ったのかっていうのははっきり体系だって、まあ、言ってみりゃ できてない。それは言論人の彼の時の考えを持ってきながらつないでいくっていうやり方で理解する以外ないということですね。だから私は言論人の石橋湛山という人の考え方はやはり近代史現代史を通じて訴求点を持っている。でそれを現代史の中で政策化してほしいと。ではどういうふうにするんですかっていうところは私たちが推測し考える以外ないってことですね。具体的にそれは、やっぱりなんていうのかな、こういうふうにするんだっていうのは先ほどのロシア、ソ連やなんかとの個別の集団、個別の安全保障条約とかそういうのは言ってるけども、その程度にとどまってますね。はい。まあ戦争からまだ10年ですからね。遺族保障の問題、傷痍軍人、ロシアの抑留の問題とか領土問題とかね。でしかも冷戦の真っ只中ですから、いろいろなことがあったと思いますね。じゃあ武田さんどうぞ。今の日本の政治家、特に自民党の中で石橋湛山的な位置づけの政治家がいるとしたらどなたかと自民党の人全部知ってるわけじゃないので、なんとなくという形で答えることになるかもしれませんが、やはり結局小日本主義、それから軍事が先行しちゃいけない、それからある種のこう俺の考え方の中には論理とかそういうはっきりした一つのポリシーがなきゃいけないっていうようなことで言えば、代議士っていうのは基本的にみんなそうでなきゃいけないんだからみんなそれでですから。ただ小日本主義という言葉は石橋さんが使ってるんですが、この小日本主義という言葉は帝国主義的な政策の中で小日本主義という言葉を使ったということは明らかに自分は少数派であり言論が持っている幅でしか言えないということですよね。だから政治家として小日本主義ということを彼は、の時代首相になってやっていけばなる言うのかもしれないけど、そこまではまだ言ってなかったから、僕はこんなこと言ったら愚問するみたいだけど、自民党に期待するのはですね、やっぱり生活の中のですね、日常の生活の中の私たちは昨日より今日が良かったっていうようなことでしか歴史は確認できないと思うんだけども、その昨日より今日が良かったっていうことを味わわせてくれるということがやっぱり自民党の役割じゃないかと思うんですよね。だから そういうような視点で物言ってるのかなっていうので興味が、そういう視点で言ってる発言には興味がありますけども、はい、現実的な、ね、対応が続いております。それじゃあ石橋茂先生、はい、お願いします。ありがとうございました。先生ね、私はこう石橋湛山さんの書いたものを100分の1も読んでません。だから今読んでる最中ですけど、とてもとてもまだまだ読めないんですが、その統帥権独立というものをどう考えるかで、永谷さん、私も防衛大臣やっていますが、ある意味統帥権は独立してなきゃまずいんじゃないのっていう考え方なんです。つまり統帥権っていうか、なんかクラシックな表現になりますが、軍政と軍令というふうに分けて法律をどうするか、予算をどうするか、装備をどうするか、これに軍人は口を出してはいかんと。しかしオペレーションをどうするか、作戦においてどのように船を動かし飛行機を飛ばしというようなことは、そんなことに政治が口挟まれてたまるか。そのベトナム戦争の時にマクナラマラ国防長官、これ完全な文民でビジネスマンでしたが、あれがあれこれ言ったおかげでベトナム戦争はめちゃくちゃなことになった。私はそのむしろ
統帥権独立が間違っていたのではなくて、現役大将中将が陸軍大臣海軍大臣でなければならないという、これ法律にも何にも書いてなかったんですけど、現役の陸軍大将中将海軍大将中将が大臣になったんだよ、気に入らなければ出さないと、よって内閣が瓦解すると。むしろ統帥権独立というよりも、つまりロンドン条約の問題は統帥権の問題でも何でもなかった。つまり船をアメリカに比べて 69.7% ですか、これはもう軍令の話でも何でもなくて、これはもうまさしく軍政の話であったから、それを誰がどう間違えたか、わざとだと思いますが、統帥権の問題にすり替えちゃったところにすごく問題があるのではないだろうか。で、私石橋さんの書いたも随分読んだつもりなんですけど、先生がおっしゃった9条についてきちんと文民統制の条項がない、それが一番の問題であって、オペレーションは軍人、責任は政治家ということが私は本来あるべき姿じゃないのと今でも思っているのですけれども、のそれで私の理解が足りないのかもしれません。で、これが一つと、もう一つは端的に言えば、保守とリベラルって何なんだってことを考えたときに、保守ってなんとなくアメリカ好きよね、保守ってなんとなく戦前に対して肯定的だよねと、リベラルっていうと戦前に対して否定的で社会主義的、もう今や口にする人もほとんどいないが共産主義的という、なんだか変な分け方になっちゃったねと。でリベラルっていうのは実は保守の本質じゃないのと、つまり正しいものを守るためには寛容であらねばならんのが保守の本質であって、保守ってのはリベラルを本質とするもんじゃないのって理解を今のところしているのですが、もし間違ってたらご教授をいただきたい、この2つでございます。統帥権カバー戦前からありましたからね、この民政党と政府会も、その辺いかがでしょう。どうぞ。今石破先生からのお話は基本的な問題なんですね。で、私はいきなり変な話から入りますが、日本の軍を戦後いろんな政治家だった人たち、大臣だった人たちが、日本の軍の悪いところはね、こういうことなんだよっていうことをいろいろ言う中で、一番真っ当にそれを言ってるのは加谷沖則さんなんですね。加谷沖則さんは大喪80年っていう本を書いてます。で、加谷さんは、まあ、変な話だけど、自民党でもこうちょっと右派的な人だと言われてるし、まあ多分それはそうなんでしょう、まあ、しかしそれはともかくとして、昭和13年からの軍事予算の膨張と臨時軍事費のあり方については、あの人は本当に辛い思いをしながら、しかし自分しかいないという誇りで軍事予算を見てきましたね。で、それを背景に私はどうしても言わせてもらうんだけどと言いながら、軍人はあの戦争の時に戦争を結果的にやめない理由はこういう理由があるんだということを具体的に書いています。まずコストが増える、それから予算が増える、それから年金が増えるとか、まあそれいろんな、つまり戦争というのは軍人にとって、あの時代の軍人にとって一つのやっぱ仕事として、それに見合うだけのその一番見返りが多かった。で、それそばで見ていて、もう彼は予算を切り盛りしたんでしょうけど、なんでこんなポスト作るのかっていうぐらいにポストをじゃんじゃん作っていく。で、予算も下げていく。で、それがね、加谷さんの言ってることが一番説得力ありましたね。で、それは私は日本の軍が力を持って、日中戦争以後力を持ってこう政治を凌駕していくっていうようなことで言えば確かに問題なんだけど、問題はここで統帥権の独立という言葉の意味をですね、まあ、さっき のロンドン軍縮条約の時に統帥権の独立っていうのが侵されたというんだけど、あれは加藤幹事が、自分たちに何の相談もなしにロンドンで若槻たちが
宝部が勝手に判をしたと、で納得できないと言って、医薬上層天皇に直接言いましたね。でそういった軍事の側が、政治の側、つまり我々の権益を犯してるんだって天皇にいきなり言ってるところから、それは統帥権独立を、我々の持ってる統帥権を独立を政治が犯したんだ、干犯したんだっていうような形で、そこがこう問題になって、その医薬上層自体がこう一つの論点になってるんだと思う。だけど本質的にはそういう問題ではなくて、もっと石破先生おっしゃったようにですね、昭和の軍の問題はやっぱり226事件の後の陸海軍大臣現役武官制にあるんだというのは全く私同感ですね。あれがあるから昭和12年、13年、14年内閣はくる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 3、4ヶ月で変わったりするわけですね。あれの全部陸海軍大臣現役武官制が実は統帥権官班よりも上位にある問題点だと全く私同感です。で私たちは統帥権官班というのは近代的民主主義国家において統帥権官なんていうのは全部政治が持ってて軍事が持ってるなんて、アメリカイギリスの両立ちはどうも違うよと、文官が持ってるあれなんだっていうようなことで、あたかもあの時の日本は軍が統帥権を持っててっていうような形で遅れてるっていうような言い方で日本の軍のある後進性を批判するんだ、しかし本質はもっと違っておっしゃるように陸海軍大臣現役不完全にあるんだっていうようなことが第一だと、その次に統帥権だっていうふうに思いますね。でそれが大本営政府連絡会議という、自主的にそこが議会なんか無視して決めていくというような、そういうふうになっていくんだと思うんですね。だから昭和史の中の軍が戦争化したということの序列を入れ替えて考えなきゃいけないと僕はそう思います。全く同感です。よしですが、あとはリベラルと保守ってなったら、あ、そうか、リベラルは私一つあれ保守っていうのは前にちょっとあれしたかもしれませんが、前尾重三郎さんっていう人が、僕は第二子の人の回顧録回想録かなり読んでるんですが、前尾重三郎さんの祭りの心という本があるんです。これはもう最高の名著だと言いたいですね。どういうこと書いてあるかっていうと、保守というのはどういうことか、文字から入ってます。中国でこの文字は保守保守ってどういう文字、どういう字でどういうふうなことを表すか、それと自分の経歴も入れながら書いてるんですね。そして保守というのは一番斬新で進歩的であり、今石川先生おっしゃったようにリベラルであり、本質的に歴史を前に少しずつこう動かしていく、それが保守なんだっていう。でところが私たちは日常的に保守というのが固定化して止まってて、である種のこう顔面な状況主義者に過ぎないというふうになる。ここでね、一つだけ言っとくと、一つだけ、これ戦後最悪の最大の問題点は平和とか自由とかっていう言葉を先有化したことなんです。先有化して彼らのイメージで肉付けして語る言葉の解釈で言葉を決めちゃったんです。だから自由とか平和とか民主主義っていう言葉は、そういう言葉を使うと左派の側の一つの意思表示になるというような形の悪しきこの国の一つの慣習を作っちゃったんですね。それじゃないんだと、もっと、真代さんのお話はですね、保守こそ本当の核心なんだっていうことを字面から歴史から全部説得するような本があるっていうことを僕は知るべきだと思いますね。ありがとうございます、はい、それではそろそろお時間になりました。まだまだ聞いてみたいことあるかもしれませんが、小坂先生が書かれたこの石橋炭山の65日、この本にもですね、いろんな経緯も書かれてますし、他の著書もですね、ぜひ皆様方も研究をしていただきたいと思います。最後に軍についてですね、石破代議士からお話がありましたけど、これは自民党がやはりそのままに来てきた問題でありまして、
まあ、今のワクチン接種を自衛隊がやってますけれども、彼らの地位も身分もですね、処遇もですね、なんとなくこうやってるということで、まあ、これ軍の仕事ですかということで、まあ、やり方もですね、いろいろと考えてあげなければならないわけでありますので、まあ、こういった問題も今回非常事態になりますので、よく整理しながらですね、またその原点に立ち返って検討していきたいと思います。まあ、そういう意味で今日はそれを考えさせていただく素晴らしいお話をいただきました。星田先生どうもありがとうございました。それでは来週、次回はですね、来週じゃないんですね、6月の3日の木曜日、あさってです。ジャーナリストの田原総一郎先生から、岸池田総裁時代と題してですね、お話をいただきたいと思います。次回は5時半からという開催になりますので、ご注意をください。その後は自民党の総裁シリーズが続きますので、皆様とも楽しみにしていただきたいと思います。それでは本日、どうもありがとうございました。ありがとうございました。先生どうもありがとうございました。